さあ、それではおテトリスを始めますわよ。おテトリス動画ではございますけども、私の左端のお机のところにはオプリコネが置いてあるので、お周回しながら優雅に戦いますわよ。何卒対戦よろしくお願いしますわね。どうにもとてもお苦しそうに喋っていらっしゃいますが、どうなあらあら、動画 テーマに敵前逃亡ですかしら。冷や汗冷や汗出てるからちょっとやめていいですか。すみません、冷や汗出る。ちょっと待って、ちょっと待って、終わる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 。あ、ちょっと待って、これはハーブティーですわよ。これはハーブティー深いですわ。どうすんだこれ。もうセバスチャン、お片付けて。ボッコボコやっけ。まあいいでしょう。この動画で、このノリで20分はね、それはそれで地獄だから、いいじゃない。思ったよりひどいことになったな。いやー、とんでもねえよ。とんでも、そう、セバスチャンが傘さしちゃったからさ、さっきのな。うん、おかげでな。もう、あたり一帯が日陰だらけだよ。困ったもんだよ、セバスチャンは。うん。セバスチャンのクリーボーが勝手にやってくれやがったんだな。では、もう、お上品なテトリスとはお別れ、よろしくお願いいたします。はい。実際問題、その、お嬢様言葉っていうのにあんまり馴染みがなくてね。どういう喋り方をすればいいのか、うん、殿方には分からなくて当然ですわよ。はい、こう必死に考えながら喋ってる感じがな、きついきつい。ネタでやるなら頑張ってる感は極力マイルドに隠すのが礼儀じゃね、礼儀じゃね。よし、棒突き刺してごまかしていきたいんだけど、これなんか割とこっぴどいありさまになってきてるな。棒頼りっていうレベルじゃねえぞ。棒に2本以上頼り出したらいよいよ終わりだよね。じゃあカウンターでいきますか。覚悟はできたか。死ぬ覚悟だよ、死ぬ覚悟。私のな、急に弱気になるぜ。そう、世間はモンハンあたりが流行ってそうだな。気にせずテトリスに勤しむ。そして勝利をつかむんじゃ。うおにしてもさ、結構私狙われてるから威力あんのによ。それでもお構いなしで狙われるってなんかすげえ軽視されてる。あれ、ちょっと待って、Tスピンのチャンスだったんだけど、積み間違えたか。あー、じゃあちょっと無理やりもう一回作り直す。 Tスピンのターンよね。よし、ふふふ、オッケー。なるほど、まあ、あ、やば、これはちょっと焦った方がいい。まだ焦る必要はないって言おうと思ったんだけど、これは焦った方がいいな。ちょっと至急、ちょっと、あれだし、メスを入れないとね。メス。汗。よし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 。落ち着いてけ。そう、手術は、精神力との戦いだから。汗、メス。よし、なんだかんだうまくいってる方じゃね。そうでもねえ。よし、どんな状況からでも T スピンを作り出してみせる。よし、なんだかんだ少しずつ T スピンを生成する速度も速くなってきてる気がするから、まあ無駄ではないな、何事も。威力ポンコツにしても、できる、やろうと思えばできるのと、全くできないのとでは、
話が変わってくるのでござるよ。ただこの状況は何ともいかんとも。おっとっと、きついでござる。天柱打ち首獄門でござる。言葉の使い方わからないぜ。ジャパニーズ語難しい。よし、実際日本語って難しいよね。言葉そのものが難しい。よし、そう、もっと優しい言葉遣いをしないとな。そう、普通に会話しても相手に誤解を与えてしまうよ。そう、何事にもそう、えんやで、そう、ジャパニーズフェイマスバケーション、えんやでを流行らしていくべきではなかろうか。えんやで、よし、これは流行る。よしよしよし。なんか、あれだね、お嬢様語のおかげか、今日はテトリミノの調子がいい気がしたけど、気のせいだな。気のせいです。よいしょ。おっと、いきなりぶっかましてくる火力としては強すぎるな。いかんね、いかんね。ランダム一旦逃げるか。敵前頭部は嫌なんだが、そうも言ってられんよ。ひでえありさまです、これ。よし、なんちゃって T スピンが炸裂している。でも全てはなんちゃってから始まるんだぜ。よし、やっぱ T スピンがここぞという時にポンって出せると、なんか一気に反撃の一発を打ててる気がする。いい傾向ですね。こうなってくるとね、困ったちゃんなんだよね。あ、引っかかった。あ、じゃねえよ。落としたかったんだけどな。まあまあまあ、いつか花開くだろう。バッチ取らなきゃな。このやりとりも何回やってんだ、何回やってんだよって感じなんだけど、まあ冷静に考えたらですよ、私テトリス青色の方でもそんな1位取れてないんだよね。うん。まあ1位に近い順位でポッとやられることはあるけど、そういう意味ではあんま変わってないのよな。うん。いや、私的にはやっぱ青だと勝てねえから動画やべえんじゃねえかなって思ったけど、そういえば元から勝ってなかったでござる。ふふふ。つまり私に恐れるものはなくなった。いつか偶然勝つその日までダラダラこのモードで遊んどけばいいんだよ。よし、いつか勝つやろみたいな。物乗りの実力で勝つというか、なんか運よく価値を拾った的な意味でね。よし、割といい感じに散らせておくれたと思うけど、どうかな。ほら、ちょっと待って、敵をね、こうやって様子見してる時間が果てしなく無駄。うん、そんなことしてる暇あったら連鎖の種くんだ。そりゃそうだよ、数いっぱい送ればいいんだよ。それが大正義だ。とにかく結束度上げようぜ。どうせ頑張ったってそんなに速くならないんだから、悲しいけど。でもできる限りの、そう、最高速度維持していこう。この火力もらうか。もうちょっとマイルドにしてほしい。死にたくないし。あんまりやりすぎるとな。うん、夏場の虫のごとく湧いてくるから。とどめ打ちでちょっと、もう最初命をかけてでもね、やっぱ狙いに行く価値はあるわ。勝つためにな。そう、だらだら遊ぶだけならいいけど、俺は勝ちて
やるからには、やるからには勝ちてえと思うよ、思うよ。かなりうさんくさい状況。よし、命がけの T スピン、おっしゃ、命をかけた甲斐もあるというもの。ちんたら組んでたからな。うん、でしかもなんか割とこう掘り方がすげえ遠回りなのよ。自分でももやるわ。 T スピンから始まる蓮の物語が終わったな。一瞬で終わったな。私のサクセスストーリーがよ。あ、やばい、サクセスストーリーに今メスが。危ない。よし、くれようかな。危機的状況だ。掘りましょう、掘りましょう。欲しがりません、掘るまでは。よし、うえ、え、え、いきなりこれは、え、これ全部降ってきたら死ぬぞ。え、ちょっと待って、え、おい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 、地獄送りじゃんこれ。ちょっと待ってくれ。やばい、私の命が尽きる音だよ、今の。今の鐘の音は間違いない。あ、やばい、やっちゃった。ひょこんじゃねえよ、くそ。1試合目と3試合目があっさり死にすぎてんだよ。はい、4試合目だな、ギリギリな。これで動画が、映像データがぶっ壊れる云々を考慮するとだね。そうだね、ちょっと待て、戻らせてもらおう。ログインデータを更新しようぜ。そういう時間に録画してまして、あれ、一旦解除しないとダメなのか。じゃあいいよ、来な。再起動しないと表示されないか。0時更新だよね。うん、まあそこまで連続してテトリスやるってあんまりないのでね。死ぬ時がほんと一瞬だよな。12列一気にドスンってくるのがマジで。今回は割とレアケースのような気がするけど、なかなか手厳しい。じゃあちょっとオープリコネの操作全然してなかった。あの、俗に言う闘技場モードっていうのがありましてね、よくどのゲームにもあるやつですよ。で、試合がオートで進行はするんですけど、そのゆえにね、毎日ちゃんと挑戦回数分消化してない時があるんですね。やった方がいいのに、お得なのにね。では行きましょうか。さあ、超高速で積み上げてあんたらを、命を根絶やしにしてやりたかったな。すでに遅い、つらい。この遅さが後に取り返しのつかないことになったりするんだぜ。取り返しのつかないこととは一体。そう、それはすなわち私の人生。ふふふふふふふ。よし、来た。おらー、てめえら。まだいける。まあ、このぐらいに許しといてやろうか。まだいけたな。ほら、落ちねえかな。あ、やば、この積み方はまずい。急いで、ちょっと。よし、あ、ちょっと待って、ひどく動揺している。ちょっと待ってくれ。やばいやばい。事件は会議室で起こってるんじゃない。現場で起こってるんだ、これ。この流れからお前、盛大な自爆を遂げるのか。もったいねえぞ。やばい。これさすがに。事件はどこで起こってるのかわからない。本当に現場で起こっているのか。現場さんも、いや、そんなん言われましてもって。よしよしよし、帰ってきたぞ、なんとか。
おっかねえなお前のテトリス、ほんとマジで。そう、老人には見せられない動画になってる。よし、これどうすればいいんですかね。もうきついんだけど、さっきから帳尻合わせでどうにかごまかしてるけど、ごまかしっぷりが尋常じゃなさすぎて、もうついに手遅れの域に到達しつつあるよね。はい、今回必定。ちょっと今回はなんかあれだよ、慣れないことしたらこうなるってな。そう、人間、そういつも通り、そうお嬢さんだとかな、そういう、ね、余計な要素足すからこんなひどい結末になるわけですよ。はい、というわけで多分今日このまま続行しても意味ないと思うんで、そうお嬢様はもう卒業、私はワイルドな世界に旅立っていくべきだと思うね。はい、ではさようなら、ありがとうございました。